心臓バクバク、友人の彼氏がまさかの平野翔。カフェで起きた衝撃の展開に言葉を失った、平野翔とカフェで遭遇。ファンへの神対応に感動。彼の優しさが伝わる感動エピソード。彼女にとってその日は、妻と変わらない日常の一コマに過ぎなかった。仕事や生活の慌ただしさに追われ、友人とカフェで過ごすひとときが心のリフレッシュになっていた。カフェに流れる静かな音楽と、 心地よいコーヒーの香り。だが、その日だけはどこか特別な予感が漂っていた。彼女の友人が、恋人を紹介したいと言い出したのだが、その相手が誰かは全く予想していなかった。恋人の話を聞くたびに自然と胸が高鳴り、想像が膨らんだのは確かだ。しかし、まさかその相手が自分の人生の一部ともいえるアイドル、平野翔だったとは夢にも思っていなかった。 彼女は思わず固まってしまい、心臓の鼓動が聞こえるほどドキドキした。平野翔が彼女の目の前に現れた瞬間、その場の空気が一変した。友人は、私の恋人を紹介するねと軽く言っただけで、彼女は彼の顔を認識した瞬間、言葉を失った。平野翔が彼女の目の前にいる。それだけでも信じがたい出来事なのに、さらに彼が友人の恋人だという事実が、 頭の中で整理しきれずにぐるぐると回っていた。彼女は普段から自分の好きなアイドルについて夢中で話し、彼の出演するドラマや音楽、SNS の投稿に心を奪われていた。そして彼女は日本全国、いや海外からも愛されている彼の魅力を十分に知っていたが、まさか自分の身近な人がそんな存在と関係を持つことがあるとは思いもよらなかった。驚きと喜びが一度に押し寄せ、心はもう冷静でいられない。 彼の声を聞き、笑顔を見て、話しかけられるたびに、彼女は目を丸くしながらも感動と喜びで胸がいっぱいになっていた。平野翔の存在は、彼女の中でアイドルとしての夢の存在であり、彼に直接会えることなど考えたこともなかったからだ。アイドルとしての平野翔は、ファンにとって完璧な存在である。彼は容姿端麗で、演技も歌もダンスもこなすマルチな才能を持っている。さらに、 彼のインタビューや番組での発言からは、心からファンを大切に思っていることが伝わってきていた。彼の優しさや真剣な眼差しは、ファンにとって大きな励みであり、多くの人が彼の言葉や行動に感動を覚える。そしてその彼が今、彼女の目の前で、まるで普通の男性として存在しているという事実が信じられなかった。そんな彼女の様子を見た友人は微笑み、驚いたでしょう。 でも彼はとても優しい人で、誠実なんだ、と語り始めた。彼女もその話を聞きながら、心の中で何度もその場面を思い返していた。まるでドラマのような状況だが、現実の出来事であると理解するのに少し時間がかかるほどだった。彼が笑顔で、はじめましてと言ってくれたその瞬間、彼女は一瞬、自分が何かの映画の主人公になったかのように感じた。 ヒラノショウの笑顔はスクリーンの中でしか見たことがなかったが、実際に目の前でその笑顔を見た時の感動は言葉にならなかった。まさにその瞬間、彼女の心に刻まれた。彼女のようにヒラノショウを尊敬し、愛するファンは多い。彼女にとって彼はただのアイドルではなく、人生の一部であり、喜びであり、励ましである。彼の一言一言が、彼女にとっては日々の支えとなっていた。 彼のような人に会えることは、彼女だけでなく、多くのファンにとっても夢のような出来事であり、その夢が現実になった今、彼女の心は感謝と感動でいっぱいだった。平野章と過ごす夢のような時間が続く中、彼女の心はますます高鳴っていた。彼は、単なるスクリーン上の憧れの存在から、現実の人間として、彼女の目の前で言葉を発している。さらに、 その言葉は彼女に対して直接的に話しかけられており、彼の目はまるで彼女に全てを語りかけているかのようにまっすぐだった。平野翔の存在は、ただのアイドルにとどまらず、彼女にとっての希望であり、人生の潤いでもあった。そのため彼女は、彼の言葉一つ一つが特別な意味を持つように感じられ、少しでも多くの瞬間を覚えておきたいという思いでいっぱいだった。彼が笑うたびに彼女の心は溶け、 些細な仕草や表情がまるで宝物のように感じられた何もかもが初めて経験するような感動の連続だった。彼女が日々、平野紫に思いを寄せてきた時間を考えると、その場の空気がさらに濃密に感じられた。長い間、彼の出演する作品やコンサート、SNS の投稿を通じて彼を身近に感じてきたが、それでもなお、彼はどこか手の届かない遠い存在だった。 そんな彼が目の前にいることで、彼女の心の奥底にしまっていたさまざまな思いが一気に解き放たれた。彼の一挙一動がまるで映画のシーンのように彼女の心に焼き付いていった。現実感が薄れていく感覚の中で、彼女は彼に対して何を言うべきか、どう行動するべきかに戸惑いを覚えた。友人がそばにいるという状況に少し助けられたものの、やはり彼女にとって平野翔と向き合う瞬間は緊張そのものだった。 それでも、彼は彼女の緊張を感じ取り、冗談を交えた軽い会話をしてくれた。その優しさに彼女は少しずつ心を開き、自然な笑顔がこぼれた。彼が普段からファンに対して見せる優しさや誠実さを直接感じることができるというのは、彼女にとって夢以上の経験であった。友人を介してではあったが、彼と会話ができる喜びは計り知れず、その場の空気は温かいものに包まれていった。 平野翔もまた、彼女がファンであることを知りつつも、あくまで自然体で接してくれていた。彼は時折、ファンとの距離感を意識しつつも、彼女にとって近くにいることを心から楽しんでいる様子だった。それはまさに、アイドルとファンという垣根を越えた一瞬であり、彼女にとっては一生忘れられない思い出になった。彼女が以前、友人と平野翔のファンであることについて話していたとき、 彼の純粋で人懐っこい魅力に強く惹かれることを伝えた。その言葉は、自分の中でも自覚がありながらも、どこか自分が普段の生活の中で押し込めている感情でもあった。それが、まさに今、彼の目の前で現実のものとして具現化している。その不思議な感覚が彼女の心に響き、彼の存在がさらに特別に思える瞬間だった。平野翔は彼女のことを少しずつ知ろうとし、 彼女の趣味や日常の話に耳を傾けてくれた。それが彼の優しさであり、ファンを大切に思う彼の真心を表していた。彼女はそんな彼の姿勢に、ますます心を打たれ、自分が彼のファンであることを誇りに思った。平野翔との時間が経つにつれ、彼女は次第に自然体で彼と接することができるようになり、その空間には穏やかな空気が流れ始めた。まるで彼が彼女の人生にとって、 最初から親しい友人のような存在であったかのように感じられる瞬間が訪れた。そしてその一瞬一瞬が、彼女にとってはかけがえのない記憶として心に刻まれていった。その場を去るとき、彼女は自分が今まで以上に平野紫を尊敬し、さらに彼への思いが深まったことを感じた。彼女がカフェを後にしたとき、現実に引き戻されるとともに、その場面のすべてが夢のように感じられた。しかし、 彼の声や表情、そして自分に向けられた言葉が彼女の心に鮮明に残り、これからの生活においても大きな力になることを確信していた。彼女は家に帰ると、すぐにその日の出来事を思い返し、心の中で何度もその瞬間を繰り返した。彼女にとって平野翔と会うことは夢の中でしか起こり得ないことだったが、その夢が現実となったことで、彼女は自分がさらに彼に対して真剣に向き合い、 応援していきたいという強い思いを抱くようになった。そしてその体験を通じて、彼女は彼がどれほど誠実であり、ファンに対して真心を持っているかを直接感じることができたことに感謝した。彼女は、の出来事を周囲の誰にも話したくなかった。まるでその時間が彼女だけの大切な宝物であるかのように感じられたからだ。彼と過ごした時間は、何にも代え難い特別なものであり。 それを自分の中で大切に温め続けたたいいいという思がが湧き上がった彼女にとって平野翔との出会いは、ただの偶然ではなく、彼に対する思いが長い時間をかけて結実した瞬間だった。彼女はこれからもずっと彼を応援し続け、彼の活動がさらに多くの人々に幸せを届けられるように願っている。そして、彼の姿を通して、自分も少しでも強く前向きに生きていこうと思えるようになった。 彼女がカフェで経験した一日が人生の中でどれほど貴重でありまた彼女にとっての新たなスタートとなったかその日彼女が感じた感動と喜びはこれからも彼女の心の支えとなり彼女に新たな力を与え続けるだろう